休憩前に引き続き会議を開きます。総務費について他に質疑はありませんか。小林健一議員。事業報告書106ページ7ページの平和啓発事業の平和点について伺いたいと思います。それで入場者数がこの表で見る限りは、少しこう下がり気味ということで、それでは昨年度は開催日数がそもそも少なかったので、そういう事情もあるというふうに思うんですけれど、この辺の現状とそれから対策について、対策というか、参加者数を増やす施策について、まずお答えください。斉藤市民生活課長。多摩市の平和展市民会議のメンバーと一緒にやっております。で、市民会議 の市民の方たちが本当にいろんな切り口を持って、そして一人でも多くの方に来ていただくように、いろいろな授業を今まで展開して一緒にやってきております。で、今任さんおっしゃられてましたように、25年度につきましては日数が今まで9日間であったものが7日間に減ったために、そのために少し減っております。で、今年はまた1日増やしておりますので、人数的にはまた増えているという状況がございます。あと、パルテノン多摩である平和展のほかにも、例えば公民館のギャラリーですとか、成績のブリッジギャラリーなどで、ミニ平和展ということで、何回か昨年は開催をしております。で、その部分については、パルテノンだけではなくて、他の部分でも開催をして、多くの方に目に触れて見ていただけたということは言えるんじゃないかと思います。で、これからの、どういうふうな人数を増やすための対応かというところなんですけれども、例えば昨年度やった中で、えっちゃんの戦争というアニメーションの映画、これ、小ホールで行いました。で、これについてはほぼ満杯の、家族の方で見に来ていただきました。ですから、やはりその内容と、あとはその設定する時間とかですよね、そういうものも今までの実績を踏まえて、市民の方たちと一緒に考えて、本当に一人でも多くの方に来ていただきたいと思っております。小林委員。はい。昨年度は月曜日から日曜日ということでしたけど、今年は日曜日から日曜日ということで、入場者数も、2272人ということで、また増えているんですけれど、で、さっき今おっしゃいましたようにミニ平和展とかもありますので、この入場者数だけではね、なかなか測れないところもあるとは思うんですが、ただ私も毎年当番で平和展展示やってるところの受付とかですね、そういうのもお手伝いすることがあるんですけど、いつも思うのは展示はすごく素晴らしくて、ぜひ多くの人に見てもらいたいというのを思うんですけど、こう座って見てる限りはね、非常に少ないと、内容の割には少ないというのが率直な感じなので、ぜひここのところをね、増やすことが必要だと思うんです。で、確かに、本質的な中身の問題もあるというふうに思いますけれど、どういうふうにこう知らせていくのかということ で特に学校の小中学校の子どもさんたちにぜひ見てもらいたいと思うんですが、その辺のこうなんていうか周知というか、はどんなふうに行われているんでしょうか。斉藤市民生活課長。小中学生の方への周知ですけども、教育委員会の方にご協力いただきまして、毎年全校生徒に平和展のチラシを配布させていただいております。小林委員。はい。次世代にこう伝えていくっていうことが非常に重要なんで、そういう努力も一定されているとはいうふうには思いますけれど、もっとこう踏み込んでですね、例えば担任の先生からぜひこう、夏休み中に開かれているわけですから、ぜひいい催しだから行くようにというようなことで、保護者の方にもお伝えをして、そういう取り組みをね、ぜひしていただきたいと思うんですが、その点いかがなんでしょうか。福田教育部長。はい。校長会等を通じて
市の催し物についてはいろいろな協力依頼ということもやってございますので、まあ、そういう中で、平和展 の、 市民参画でやっている内容、こういったところについて十分にご理解いただいて、子どもたちにこういう機会を広げるということについての協力を依頼したいというふうに考えております。小林委員、はい、やっぱり市民団体がこう自主的に企画を出して、まあ、それを多摩市が一緒にやるというこういう形っていうのは全国的にもね、なかなかない非常にまあ貴重な取り組みだというふうに思いますので、でも参加者数が少なければ、ね、非常にこう、もったいないというふうに思いますので、ぜひその取り組みをしてもらいたい。で、会場近くでももっとこう宣伝をしてもいいんじゃないかという私はいつも思ってるんですけど、そのあたりはいかがなんでしょうか。斉藤市民生活課長。パルテノン玉でやるときには大ホール、それから小ホールの催し物がどんなものがあるか調べています。で、あまりしつこくならない程度にそこに来ている方に、まあ、チラシをお配りしたりとか、あと声掛けをさせていただいたりとかしています。で、中には、まあ、通りがかってご覧になったって方もいます。で、そういう方 の、 ご意見なんかをちょっと伺ってみますと、やはり見て初めて知ったこともあるし、やはりここに来てよかったということもご意見も伺ってますので、ぜひもう少し積極的にその部分については、まあ、市民もそうですけども一緒に考えていきたいと思っております。小林委員、はい、その前の多摩センター駅パルテノン大通りなんかもぜひ使っていただいて、使って一人でも多くの方にね、一回見ればまた来ようかということにもなると思いますので、ぜひその辺よろしく積極的にお願いしたいと思います。終わります。ただいまの平和啓発事業について他に質疑はありませんか。関連する事業についての質疑はありませんか。総務費について他に質疑はありませんか。増田拓実委員。179ページの、集会所管理経費について伺いいたします。25年度の事業の目標ということで、老朽化した集会所について維持管理の必要な修繕、などを行い、行財政再構築プランで集会所を自治会の自己対応に転換する方針、具体的な対応方法について検討を進めるってありますけど、現在の進捗状況と、何年ぐらいで、自治会などに、転換の予定かをお伺いいたします。はい、萩原市民活動支援課長。はい、今の、遺憾に関しましての、対応ですけれども、行動プログラムに、沿いまして、実は昨年、自治連の方の、学習会の方で、市長の方から行動プログラムの説明ということをさせていただきまして、それで、移管についての方針について、そこに参加した自治会長、また役員の皆さんに説明をしたというところで、今現状の方は、止まっておりまして、今後、何年までに、移管するだとか、また、どうしていくかという具体的なことについてはまだ、決まっておりません。増田委員。今43集会所があって、維持補修工事、これが5年間で21年から25年までで計27件、してますけど、これらのやっぱり改修全部この43のうち、改修とか修繕などをしてから計画的には引き渡すっていう方向でいいんでしょうか。萩原市民活動支援課長。はい、まだ移管につきましてはちょっと説明方針を、方向性を説明している、段階でありまして、自治会によっては、移管は受けられないだとか、自治会活動が、自治会員の会費が値上がりだとか言って、自治会員の活動が苦しくなるというような事情もありまして、そこら辺のことも踏まえまして、
まあ、いつ移管するということについてまだ定まっておりませんので、その際に、修繕をして、移管をするかどうかについても、当然、移管をするんであれば、その後、自治会の負担を減らしていくという意味では、壊れている箇所だとか必要な箇所については、直して移管するものと考えておりますけれども、具体的な方針はまだ定まっておりません。増田委員。でも行財政、いろんな構築プランでいろいろ出てるんですから、これ、43ある中で、やっぱり続けていけるところと、もう続けていけないっていう自治会があると思うんですよね。そういう形の中で、これ、ニュータウンで既存地域の格差ということで、集会場をした経緯がありますもんで、その辺の踏まえて、早めにいろいろ、この見ると、補修費がちょっと今年少なくなってますよね。その25年ではちょっと、こう傾向が少なくなっているような傾向で、その辺の経緯をまた分かれば教えてください。萩原市民活動支援課長。はい、25年度につきましては、修繕料が、少し、30万ほど減っておりますけれども、改修工事などについては、2、30万ちょっと増えております。この辺の事情につきましては、たまたま、塗装工事だとか、大きな工事がなかった、また、消波修繕は自治会の方にお願いしているんですけれども、屋根の改修だとか、それから躯体に関わる改修などについては、市の方で担当しておりますけれども、まあ、たまたまそういうところが、大きなところがなかったというところです。増田委員。この中で用地借り上げ料ですか、これちょっと今年度、25年度はちょっと少なくなっている。この用地借り上げ料というのは4件ってありますけど、これ分かれば具体的にどことどこか教えていただきたいと思います。萩原市民活動支援課長。はい、用地借り上げ料につきましては、たまたま少し安くなっているのは評価が下がったということで、安くなっております。で、場所につきましては、国有地が2か所で、関戸川原クラブ、それから大宿集会所、これが、国有地です。それからあと民地では、蓮光寺本村集会所および蓮光寺向かいの丘集会所の2か所が民地で、借り上げております。よろしいですか。はい、集会所管理経費について他に質疑はありませんか。関連する事業について他に質疑はありませんか。総務費について質疑はありませんか。加藤松尾委員。182ページ、183ページのところを使いまして、複合施設等管理経費、それから、老人福祉館運営費ですね、ここに関連することで、お尋ねをしたいと思うんですが、特に利用者数がですね、横ばいである中、老人福祉館全体的ですね、その中でも際立ってお風呂の利用者数というのは、平成25年度は全体的に前年度比、24% 増ということになっているんですが、また各施設も軒並み大幅増となっております。この要因は、所管としてはどのように捉えていらっしゃるのでしょうか。萩原市民活動支援課長。はい、老人福祉館のお風呂の利用者が、多くなっているというのは、これはやはりコミュニティセンターのお風呂が、24年の9月30日で廃止いたしましたので、その関係で、増えております。加藤委員。まあ、市内の1か所だけあった銭湯が、本年3月で廃業というふうになったことも影響してるのかななんて思うんですけれども、いずれにしましても、まあ、市内コミセンのお風呂が昨年9月の末に廃止した分、老人福祉館の方に利用者の方が
まあ、移動というか移ったことが一番大きいんだろうなというふうに私も分析しております。それで今後の、老人福祉館におけるお風呂の、利用というのはしばらく、まあ、具体的には行動プログラムの中では所管では、平成34年度には全部コミセンの方に、まあ、統合というのが基本的になるのかなというふうに理解しているんですが、そもそも行動プログラムにおいては現段階で老人福祉館とコミセンとのその、集約化というか、ここは、行動プログラムを本筋に、変更があるのか、それとも大幅に見直しをする状況になっているのか伺います。はい、萩原市民活動支援課長。はい、行動プログラムで、老人福祉会につきましては、蓮光寺だとか、諏訪だとか、再構築する予定になっております。でお風呂の関連で申し上げれば、お風呂につきましては一応老人福祉館である限りは続けていきたいという考えでおりますけれども、コミュニティセンターに再構築された際にはお風呂については廃止を考えております。加藤委員。ですね、次のコミセンの関係で、まあ、昨年の9月末まで、ずっと運営をしてきた、お風呂ですよね、入浴者数は平成23年度でもトータルでしてシルバーサロンの利用状況ということでデータが出てますけれども、5万5000人余のですね利用者がいらっしゃったわけですよね。でまさか、まあこの5万5000人延べ数ですけれども、その方が全部が全部今老人福祉館の方にはなだれ込んできてないと。だからどっかで我慢してるのか、ご自宅の方のお風呂を利用して、まあしょうがないななんて嘆きながら、日々過ごしていらっしゃるのか。それにしてもその健康と福祉という観点からすれば、お風呂に入ることによってどれだけ寿命が伸びてですよ、健康にその寄与してるんだというその認識は皆さんお持ちでいらっしゃるんでしょうか。はい、萩原市民活動支援課長。はい、お風呂についてはまあ、以前は健康増進のためということ、またあとコミュニティ、裸の付き合いということで、お風呂を設置しておりましたけれども、現在はいろいろな手段でコミュニティを醸成する方法があります。何も裸にならなくても、いろいろおしゃべりをしたり、カラオケをやったりということがありますので、健康増進につきましては、お風呂でなくても、それ以外に、健康センターからの出張事業だとか、まあ、いろいろで健康体操だとか、そういうことでコミセンでも行っておりますし、老人福祉館でも行っておりますので、お風呂でなくても維持の方はできるかと考えております。はい、加藤議員。将来的にですね、例えば具体的に、まあ、豊川区の地区市民ホール、豊川区老人福祉館については、先ほど申しましたように、平成34年、海取国士館へ統合すると。で、東寺方の老人福祉館については、仮称和田東寺方コミセンに統合予定だと、こういうふうになってるんですね。これで、まあ、いろいろ聞きたいことはたくさんあるんですが、時間の関係で端折りますけれども、蓮光寺老人福祉館については、コミセン機能として再構築をするというふうに載ってるんですね。行動プログラムには記述されてますよね。再構築するというのは現在の場所をそのまま建て替え等を含めて、その場にコミセンとしての新たなものを建設されるという予定を組んでいらっしゃるんですか。萩原市民活動支援課長。はい、現在考えているのは、現在の、複合施設を、改修いたしまして、コミュニティセンター機能を補完する施設ということで、再整備する予定を考えております。加藤委員。もう一箇所、諏訪老人福祉館も同じく平成34年にコミセン機能として再構築するというふうに記述されておりますね。そうすると、今ある諏訪の老人福祉館の場所に、新たにコミセンとしてのものを建築をまたするのか、その今度は財源はどうするかっていう悩ましい問題が抱えているわけですが、その辺は皆さんはどういうふうに整理されていらっしゃるんでしょうか。お風呂はどうなりますか。萩原市民活動支援課長。
はい、諏訪の老人福祉館、地区市民ホールにつきましては、平米数は、1400平米ぐらい現在、あります。で、大きさ的には、コミュニティセンター、並みの、広さを、保っております。ただ、耐震だとか何かの問題で、ちょっと補強なども必要ですので、今後、今の建物を建て替えて、コミュニティセンターにするのか、それとも、耐震補強などをして、コミュニティセンター機能に再構築していくのは、いくのかどうかは、今後検討していきたいと思って、考えております。複合施設と管理経費について、ほかに質疑はありませんか。関連する事業についての質疑はありませんか。それではそれ以外、総務費について質疑はありませんか。三階道夫委員。決算報告書のじゃあ174ページ、国際化推進事業ということで、このカルテの中にではですね、主に外国人に対する要するに支援ですかね、住んでる方も、それが主となっていると思うんですけれども、今後ね、例えば学校教育の方でもね、ESD 教育ということで、国際化と云々ということで歌っているとは思うんですけれども、今現状にこの国際センターとですね、この学校との連携というかですね、そのような事業は実際行われているのかとか、そこら辺について若干あれば、ちょっとお話を伺いたいと思うんですけど。清水教育長。国際交流センターと学校との交流と、交流といいましょうか、ご支援をいただいているというふうに申し上げた方がいいかもしれません。例えば、今海外からの先生方がですね、多摩市のに訪問することが年に2回ほどございますが、その際のですね、通訳等をお願いしているということがまず1点ございます。それ以外にもですね、ESD の関係で海外との交流等を行っている場合もございます。テレビ会議システム等も使っておりますが、そういう時のですね、アドバイスですとか、通訳等も行っていただいているというような実績がございます。三階。これはたまたまだと思うんですが、この前うちの地域の豊商の公開事業の中でね、日本人海外の方が日本に住んでいる方、モロッコの人と、韓国の人とか、女性なんですけど、その方を招いて、子どもたちと、交流の場を持ちながら自国のですね、お菓子を作るみたいな、そういう事業をやってたんですよ。でこういうなかなか本当素晴らしいなと思ってですね、今後こういう取り組みもね、どんどん進めるべきではないかなと思ってるんです。地域に住んでいる、外国の方と、実はこの前もですね、以前ですね、団地内に中東の方が越してきてですね、それでゴミの出し方がちょっとおかしいということで、ただ誰が注意するんだと、ちょっと怖いぞということでですね、かなりこう警戒していたんですね。ただ見た目確かに怖いかもしれませんけれども、そんなことはないと思うんですね。だからそうやってこう子どもたちを通して自然にこの地域に、その外国の方も馴染んで住めるようになるというのは一つのですね、大きなこう試みかなと思うんですね。その点やっぱ学校という点においてですね、このような今紹介したようなですね、事業を通して交流を深めていくといったところに関してはすごい有用かなと思うんですけれども、その点もう一度、ご意見についてお伺いしたいと思いますけど。清水教育長。今ご質問者がありましたように、国際理解教育ということをですね、今多摩市教育委員会としては、ESD を通してその一つのテーマとして進めているところでございます。例えば今ご紹介もございましたけれども、例えばある小学校ではお米を通してですね、世界の料理といったような取り組みをですね、学校の中でお米を使ってどんな料理ができるのか、地域の外国の方ですとか、国際交流センターを通していろんな方をお呼びしてですね、そういう料理を子どもたちと一緒に作っていくというような取り組みをしております。子どもたちは外国の方、日本の方ということではなくてですね、そういうお米を通していろんな人とこう触れ合えるということに喜びを感じて、また学ぶ意欲につながっているのかなというふうに思っていますので、今後ともこういった国際理解教育というのはですね、積極的に進めていくことが、さまざまな国々とですね、子どもたちの世代に仲良くしていくことになるのでは、それにつながっていくのではないかなと思っておりますので、教育委員会としてもですね、学校の方に積極的にそういった事業を進めるように指導や助言を進めていきたいというふうに思っております。立花文化スポーツ課長。
国際交流センターの方を所管しております文化スポーツ課ですけれども、国際交流センターの方では、今お話しございましたように、外国人の子どもさん、日本に来られて小中学校でやはり、授業だけではなく日常生活にも支障があるお困りだということがございますので、そういう方々に、学校の要請に基づきこうサポートとして、国際交流員の国際交流センターの方に登録していただいている国際交流員さんがですね、今現在80名いらっしゃいますけれども、この方が派遣してサポートを行うということを行っております。三階院、せっかく海外遠くから来ていてね、この地に住んでるんですよ。本当にですね、できたら、その外国の方もですね、住みやすい地域にするについては、またそういう地域との交流、学校との交流というのは、孤立しないでね、しっかりこう地域に溶け込むといった点については、本当に学校との連携というのは有用なのかなと思っておりますので、そこら辺しっかりですね、今後連携を取りながら進めていただきたいと思います。以上です。ただいまの国際化推進事業について他に質疑はありませんか。関連する事業について質疑はありませんか。それ以外総務費について質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これをもって総務費についての質疑を終了いたします。次に民生費についての質疑を賜ります。暫時休憩いたします。民生費について質疑はありませんか。民生費です。質疑はありませんか。安西紀美子委員、障害者の問題でですね、地域活動支援センター事情、この事業報告書の322ページを中心にお伺いをしたいと思います。これは相談支援事業があるわけですけれども、私はこの相談支援事業と合わせまして、いわゆる特定相談ですね、この支援計画、それからまた合わせまして、継続して、調査を続けていくという、そういう事業があるわけですけれども、このあたりについてお伺いするわけですけれども、特に一般相談の中ではですね、このノーマさんと、安藤さんのこの相談件数があるわけですけれども、非常に相談件数、もちろん人員体制とかもあるかと思うんですけれども、非常にこのばらつきがあるわけですけれど、一つはこの、安藤さんについてですけれども、社会福祉協議会のですね、相談事業が安藤というんですね、安藤さんではありません。その職員配置体制、このあたりからまず伺いたいと思います。竹内相談支援担当課長。安藤の方のですね、社会福祉協議会さんに、委託している部分の、職員配置でございますけれども、私ども委託している中でのですね、職員数につきましては、正職員さん4名で、嘱託さん9名で、臨時職員さん5名、
で26年度から、まあ、正職さん5名ということで、伺っておりますけれども、そういった形で、運営をさせていただいております。以上です。安西委員、合わせましてですね、まあノーマの方の、職員さんがですね、この春からは、まあ、総入れ替わりになってしまったわけなんですけれども、まあ、ちょっとその背景とですね、それから、まあ、現在の様子を少し伺いたいと思います。竹内相談支援担当課長。ノーマについてのお尋ねでございますけれども、まあ、ご承知の方もいらっしゃるかと思いますけれども、こちらの職員についてはですね、今年の3月末をもってですね、まあ、その当時勤めておられた職員の方が全員お辞めになるという事態が発生しました。そういった中でですね、まあ、小学生協会さんの方も、まあ、人力を尽くしていただいて、現在は総勢9名で運営をさせていただいております。で、内訳といたしましては正職員3、6名、非常勤さん3名ということで、まあ、事業展開しているというところでございます。はい、安西委員。はい、まあ、こういう相談件数を見ましても、まあ、これからもどんどんこう必要になってくる、これは、あるとは思うんですけども、そういう中でのやっぱりこの職員の、いわゆる専門的なですね、訓練っていうんですかね、それは非常に重要なことではないかなというふうに思うわけですね。まあ、そうした中で特にこの特定の相談支援事業が始まりました。そして来年の4月からはすべてでのこの障害者の方たちのケースについて、こういう特定相談で、しかもその方のそのいわゆる使える制度をきちっとプログラム化して、いわゆる個別の計画をしっかり立ててというふうになっていくわけですけれども、まあ、それについてのこの見通しですけれども、今行っている特定相談をやっている事業所と、それから今後増える事業所、そういうところを教えていただきたいと思います。竹内相談支援担当課長。お尋ねのですね、指定特定相談事業所ということで、まあ、現在5事業所が指定を受けております。で、まあ、25年4月からはですね、まあ、多摩市社会福祉協会、社会福祉協議会、桜岡記念病院というところの、まあ、3カ所が、まあ、指定を、まあ、取ったということですけれども、今年度になって新たに、まあ、4月に、経口福祉会で、8月に島努力センターというところが、まあ、指定を受けて、まあ、現在5事業所ということで運用しています。で、今後についてはですね、ちょっとまだ見通しが不明ですけれども、まあ、若干また事業所数増えるかなということは考えてございます。以上です。はい、安西委員。まあ、島田さんとか慶光学園とか、それから桜ヶ丘記念病院ですね、まあ、こういったところが比較的そのご自分たちが抱えていらっしゃる利用者さんの、まあ、支援計画になるかというふうに思うわけですけれども、まあ、それ以外を広げなければいけないわけですけれども、そのあたりについての見通しはいかがでしょうか。竹内相談支援担当課長。まあ、ですね、先ほど委員さんのお話の中にもありましたように、来年4月からですね、サービス受給者全員に計画を立てなくてはいけないというところがございます。で、これ、まあ、約でいうと約1000件ございます。そういった中ではですね、とてもこの5事業所の中では賄いきれないという事情がございます。で、まあ、先ほど言われた、まあ、島田さんやですね、まあ、桜川岡さん等についてはですね、まあ、それに何ていうかな、まあ、関係するような方についての相談、計画相談というところもございまして、なかなかそれ以外の方は難しいかなという状況でございます。で、まあ、現実にですね、まあ、3月の時点を取ってみても、まあ、執行率というんですかね、そういったのが、まあ10% を超える程度ということで、かなり今、厳しい状況になってございます。まあ、そういった意味ではですね、
まあ、社会福祉協議会さんも、まあ、今年になって頑張っていただいておりますけれども、そういったところについてもですね、力を入れていっていただきたいし、さらに事業所が増えるということをですね、まあ、事業所さんにお願いしたいというところでございます。安西委員。まあ、そもそも国の制度が曖昧な中でですね、まあ、いわゆる介護保険制度に近い形でこういうふうな、まあ、計画相談、まあ、相談を受けてプログラム計画を作るというそういうふうになってきたところに問題があるとは思うんですけれども、すごく私は専門性が問われるものだと思っておりますので、まあ、東京都と合わせてですね、その研修、それからまた市としてもそういう力の入れ方、どのようなお考えなのかをお聞きしたいと思います。竹内相談支援担当課長。まあ、この計画を立てるにはですね、まあ、資格がいりまして、まあ、基本的には、まあ、人によって違いますけれども、若干の経験年数とですね、あと東京都の研修を受けることというところがございます。そういった中ではですね、現在のその研修についてはなかなかの、まあ、希望が多くてですね、なかなか、まあ、希望通りの人数を受け入れられないというところがございます。そういったところではですね、なかなか民間では賄いきれないというところで、まあ、実はその市としてもですね、この、指定特例相談事業所の認定を受けてですね、自ら計画を作るということで、まあ、考えてございます。まあ、そういった中では、まあ、25年度実は、そういったところの予算も計上させていただいたわけですけれども、残念ながら応募がなかったというところで、まあ、なりませんでした。まあ、ただ今年についてはですね、まあ、どうにか1名確保させていただいた中では、徐々にですね、まあ、まだ指定を受けてませんけれども、今後市としても取り組んでいきたいなというふうには考えてございます。はい、安西委員。もう一つ大事なのが、やっぱりこの受けるサービスをですね、十分あるかどうかなんですね。その基盤整備だとか、その他諸々のサービスの向上についてはどうお考えですか。竹内相談支援担当課長。そもそもですね、そういったサービスの向上を目指して、この計画というですね、を全員に作るということができてきたわけですので、これについてはですね、この計画を作ると、いわゆるその人に合ったですね、計画を作りをするというところで、まあ、サービスの向上に寄与するものというふうに考えてございます。まあ、いいです。ただいまの地域生活支援事業について、ほかに質疑はありませんか。桐木豊委員。地域生活支援事業というか、指定特定相談支援事業のところで伺います。民間の、業者の方、ページというと302ページです。今、安西委員の質問に続いているという形になりますけれども、民間の、事業所を確保したいという市の意向があるという話でしたが、これが広がっていかないという理由として、一つ研修のことをおっしゃってましたけれども、ほかに積極的に手を挙げられない理由というのは何か分析されているようでしたら、それを教えてください。はい、竹内相談支援担当課長。まあ、私ども考えるにはですね、まあ、最大の原因はそれに対する、報酬額だというふうに考えてございます。で、現在その、まあ、新規の計画ですと、1600ポイント、金額にすると、まあ、約1万6000というところでですね、なかなか、皆様方、手を挙げにくいのかなというふうには考えてございます。キリキン。その1600ポイントというのは、どのタイミングで支払われるものでしょうか。というのは、介護保険のケアプランの場合には、毎月、まあ、ケアプランの作成もあるんですけれども、モニタリングを必ずするということで、毎月仕事があって、毎月必ず、まあ、1000単位なり、1300単位なりの、報酬が出るわけですけれども、この障害者自立支援法における、指定特定相談支援というサービスの場合は、これの1600ポイントというのは、どのタイミングで支払うんでしょうか。竹内相談支援担当課長。まずですね、最初の経過感ができた段階で請求があって、1万6000ですかね、というのが支払われるというところでございます。キリキリということはですね、まあ、障害者の方というのは、長い
時間かけて同じような支援を受けるということが多いと思うのですが、サービスに変更がない場合は報酬がゼロで行わなければならないということになるかと思うんですが、それはいかがでしょうか。竹内相談支援担当課長。こちらもですね、モニタリングという制度がございまして、サービスによって違いますけれども、最低6ヶ月とか1年とかですね、そのスパンでですね、モニタリングを行ってですね、計画変更をかけるというところでございます。キリキン。そうするとこの1600ポイント1万6000円というのは毎月入ってくるお金ではなくて、例えば変更があったりするその半年に一度入ってくるお金というふうに、特別な変更がなければということで理解してよろしいですか。竹内相談支援担当課長。モニタリングというのはですね、半年ごとと決まっているわけではなくてですね、割りから数えて、続けて3ヶ月やりなさいとかというところで、ちょっと個々によってケースが違いますので何とも言いませんけれども、そのためにモニタリングは行うと。でモニタリングについてはこちら1300ポイントということでお支払いをしているというところでございます。キリキン。一つこの民間の業者が手を挙げづらい理由として、やっぱり定期的にその売上が確保できないという可能性があるというところが比較的多いんじゃないかな。その後初めに比べてかなり改正されてきた部分がありますので、そういったところの評価をこれからしていくのかなと思うんですけれども、やはりその給料というのは毎月必ず発生するものです。それに対して売上が確保できなければ給料が支払えないということになってしまうという課題があります。このあたりは国の制度の問題もありますので、市が単独でどうこうできるという部分は少ないのかもしれませんけれども、ぜひそのあたりも考慮を入れてですね、民間の業者をどのように確保していくのかということを考えていただきたいなというふうに思います。それから、こちらの、事業所の指定を受ける、プランを作成する際に、東京都の研修を受ける必要があるということを先ほどのご答弁の中でおっしゃっていましたけれども、実は僕も何度か、申し込みをしているんですが、一度も当たったことがありません。かなりの競争率の高さだというふうに聞いています。市としてはこのあたり競争率ですとか、申し込みをしたらどのぐらいの確率で受けられるのかというあたり、どのように把握していらっしゃるでしょうか。竹内相談支援担当課長。インサのおっしゃる通りですね、確率はかなり、低いと。でちょっと今正確なデータなくて申し訳ないんですけども、約例えば200人の枠だと、1000人近く受けるんじゃないかというような中で、現実的にはですね、市の方の何て言うんでしょうかね、順位付けをしたですね、これは受けたいよということを順位付けして、東京都には提出してはございます。キリキン。さすがに競争率5倍の研修を受けなければこの指定を受けることができないわけですから、なかなか民間の業者というのはその経営的な判断という面からも実際にやりたくてもできないということもあるかと思います。で今おっしゃっていただいたようにその順位をつけてという、要はその市が推薦状みたいな形なんですかね、推薦をして行うことで比較的研修が受けやすくなるということを聞いたことがあるのですが、そのあたり今どのようになっているんでしょうか。竹内相談支援担当課長。私どもとしてはですね、なんていうか、指定を受けていただいている事業所についても優先的に、取り計らっているというところでございます。ただ現実的にその他の事業所さん、例えばこれからやりたいよというところについては市とこう相談を受けながらというところになるかと思います。ただ何ですか、例えば、これは人に対する研修ですので、その人が、そういった事業所に所属してないとなかなか難しいというのは事実でございます。キリキン。このあたりがこれからこの事業を、必要な人に必要な支援を賄っていくと、段階での課題なんじゃないかなと思うんですね。そういったその市が、後押ししていきますよ、支援していきますよ、この研修を受けることに対して市が応援していきますよということに関しては、例えば今、高齢者のケアマネージャー
などでは、そういった研修を受ける資格というのはあると思うんですけれども、そういった方々にはどのように周知をしているのか、それから、今後こうそういったその、研修を受けるための支援に関して市はどのように対応していくのかということについて教えてください。竹内相談支援担当課長。このことについてですね、周知というところはございませんけれども、ただですね、各事業所さん、各利用者さんを抱える中でですね、やはり自らやらなければいかないかなというようなお考えの事業所もかなりあると伺っております。でそれに対する、研修に対する支援というところでございますけれども、これについてはなかなかですね、そのためにじゃあ市が何ができるかというとですね、現在のところですね、ちょっと見当たらないというところが現実でございます。キリキン、もし民間の業者をしっかりと確保してやっていきたいという、もともとの目的を達成するのがことが、するためにはですね、やはり民間の方が指定を受けられる体制を作らなきゃいけないと思うんですね。なので、実際に研修を受ける資格がある方に対してはこういった研修がありますよと。で実際僕もいろんな方から相談を受けてます。なかなか申し込みは、当たらないと。やりたいんだけどもどうしたらいいかなという話はいろいろ聞いています。やりたい人はたくさんいるので、ぜひ市にもそのあたり後押しをしていただきたい。合わせてこのなかなか受けられない競争率5倍以上のこの研修を受けるために、市がもし何かこういった要件があれば市が積極的に応援できますよということがあるのであれば、そういったことも含めて検討していただきたいなと思いますが、市のお考えいかがでしょうか。新井健康福祉部長。今キリキ議員の方からお話がございましたが、先ほど安西議員からもございましたように、障害者の方の支援が、高齢者の介護保険制度にだんだん似てきているということで、そのための、整備が必要だということは私どもも、今課長の方からお答えさせていただきました。で、まずはそういう情報をですね、きちんと、ケアマネージャーさん等にもですね、周知をさせていただいて、こういうことを研修を受けたいという方がどのくらいいらっしゃるかということは市としても把握をさせていただければというふうに考えます。でそれをもって、多分私どもの市だけではなく他の市町村でも同じような動きが多分あると思いますので、これは東京都に言って門戸をもう少し広げていただくとか、そういうことは今後私どもも検討させていただいて進めさせていただきたいというふうに考えますので、よろしくお願いいたします。キビキン、なかなかこの介護の世界というのはやる気があって、実力があるのかなという方でも資格であったり研修を受けていなければできないという制約がありますので、ぜひこのあたり、基盤を整理すると確保するという意味も含めて市にからの応援を期待しております。よろしくお願いいたします。ただいまの障害者自立支援推進事業について他に質疑はありませんか。関連する事業について質疑はありませんか。大野正樹委員。事業報告書319ページサブカルテで自立生活サポーター助成があります。でこれは昨年度はこれ制度が始まって 2年度目だと思うんですけども、事業の概要のところの2つ目の表のところの文章の最後の文が、25年度は本制度の改善に向けて利用者との協議を行ったとありますけども、この協議の内容について概要と、あと具体的にもしそれを受けて見直したもの、あるいはまだ見直しまではできてないけども、こういったところは新たな課題なんだなって把握した点があれば、教えていただけたらと思います。竹内相談支援担当課長。昨年度の末ですかね、団体さんと、お話し合いを持たせていただいた中ではですね、まだまだ、これ24年度から始まった制度でございますけれども、なかなか、サポーターさんですか、そちらの方が集まりにくいというご指摘をいただいて、じゃあなぜかというところの部分ではですね、まず単価に問題があるのではないか、あるいはですね、月の40時間という枠があるんですけれども、その時間がちょっと短いんじゃないかというようなところの部分、
要はサポーターさんにもっと来やすいような条件をというところがあったと思います。そういったところで、私ども26年の4月からはですね、時間数については40時間の枠をですね、100時間に広げたり、あるいはサポーターさんの条件といいますか、例えば事業所さんに入っている方については1年以内だよというような人の条件について撤廃させていただいたというところが26年4月から改正したところでございます。以上です。大野委員。確か24年度は途中から多分スタートして、で本格的には昨年度からだったんじゃないかなとも思うわけですけども、具体的にその使い勝手っていうか、その利用勝手の問題が今ご指摘いただいたような話などもあって、で今年度そういったものも踏まえて多少の見直しというものができているということは高く評価したいと思います。で事務報告書の322ページの10番の表には、利用者サポーター助成額などの実績があるわけですけれども、今年度に入りまして、この利用者数とかサポーターについては、今の現状ではどんな状況か、もしお分かりになれば教えていただけたらと思います。竹内相談支援担当課長。こちらについては7月までの実績という形になって恐縮ですけれども、サポーター、ですね、まず利用者の方からいくとですね、登録者数は8名ということで25年と同じと。で、じゃあ利用者の、そのうち何名利用されているかというところについては現在4名で、サポーターの方については現在登録は6名ほど。で実績については3名ほどが、利用していただいているというところでございます。大野委員。なかなかいろいろ見直しをするにしてもですね、先ほどキリキリの方もね、例えば事業者側がどういうふうにこういう事業に絡んでいけるかっていうのは非常に大事な視点だと思いつつ、こういう制度があえてできている背景っていうのは、実は何かこういろんな技術を取得したからといって障害者個々によって必要になってくるサービスが違うから、あえてそういう勉強自体が必ずしも全てに当てはまるわけじゃないっていうところから出てきた本市独自の取り組みの中での出てきた話だと思うんですね。ですので本来ならばやっていただけるような事業者とか取り組んでいただけるボランティアの方がいたらこういうものはいらないわけですけども、現実大変厳しいっていうことからこういうやり方でとりあえずつないでるっていうところだと思うんですけども、ただまだまだ今の実際の利用者の数聞いても、実際にやっぱり見合う形でこの制度を当てはめてケアしてくれる人を当てはめられないっていう実情もあろうかと思うんですけども、そのあたりの課題について市はどのように認識していらっしゃいますでしょうか。はい、竹内相談支援担当課長。先ほどのお話の中でも述べたかと思いますけれども、やはりこうサポーターさんをいかに確保するかというところで、現在ですね、非常に大学生の方とか、若い方、やっていただいておりますけれども、なかなか、そのサポーターさんの確保が、一番の課題かなというふうには考えてございます。大野委員。あと、これも基本的なことなんですけれども、この制度を始めてから市側としての事務量の負担とか、そのあたりは実態としてどのようにお感じになっていらっしゃいますか。竹内相談支援担当課長。こちらについては、先ほどのですね、利用実績数というところもあって、私どもの事業に影響を与えるというような部分ではないですけれども、ただ負担になっていることは確かには違いないというふうにですね、あとはそういったシステム上に乗っけられない部分がございますので、こちらもこの事業のためだけに何ですかね、システム外でやっているというようなところの部分かと思います。以上です。大野委員。確かにいろんなものにのっとってサービスを進めていかなきゃいけない中で、本市独自でこういうことを当てはめていただいているわけですから、行政の
ご苦労っていうのは大変だと思うんですけども、ぜひこういう制度を始めた意義っていうことからしてですね、まだまだ今後本来ならば、もっといろんな人たちに関わっていただけるような取り組みを、どう広げていけるのかっていうところと、まあ、あと本市は誰もが生き生き、みんなが笑顔ということも訴えたりですね、あと、これはいっぱい質問でも訴えましたけども、誰もが本当に生きがいを持って住んでいけるっていう意味での健康、体面だけじゃなくて生きがいを持ってどんな立場の人も生きていけるっていうところでの取り組みの中でも大変一つの何て言うのかな、一つの指針だとも思いますので、ぜひそこは今後も頑張っていただけたらと思い、質問はあります。関連する事業について他に質疑はありませんか。佐久間睦美委員。ページ200、事業報告278ページですが、障害者就労支援事業についてですね、279ページの実績表を見ますと、かなり平成25年度です。職業相談など実績数が大変上がってて、就職者の人数も上がっているというようなことになっておりますが、その間のなんか複雑な事情がちょっとあるのかななんて思ったりもいたしまして、またその279ページの下の表は、またその生活支援っていうようなことで、25年度から東京都の調査方針が変更となったということで、数がですね、変わっているというようなところがあるんですが、これの、この間の何ですか、事情っていうんですか、状況、ちょっとお説明いただけますでしょうか。竹内相談支援担当課長。委員さん、今ご指摘のとおりですね、実はこの、相談数の実績についてはですね、正直なところ、こんな差があるところがあるという部分については、まだなぜかなという部分を持っているのは確かです。ただですね、こちらについては、東京都の方のですね、なんだろうな、件数の数え方と乗っ取ってやっているとは思いますけれども、ただその、毎年のですね、例えば、ちょっとしたものがあったとすると、それを件数に入れていいのか、まずいのかといった部分で、人によってちょっと数え方も違うのかなと。いう部分では理解してはございますけれども、確かにご指摘の方は、確かなかなと思っております。あとですね、数字的にですね、26市ごとの相談件数乗ったやつも見るとですね、市によってかなりバラバラなところもあるんで、これはなんとか比較できるような、市の中でも比較できるような形でですね、今後整理をさせていただきたいなというふうには考えてございます。佐久間委員。25年度は36人の就職者がいらして、それでその職場実習だとかですね、職場定着のための支援とかですね、離職時の後の支援とかですね、これが出てますけれども、これはかなり状況的にこう改善されて、そういう体制ができたというふうに考えてよろしいんですか。竹内相談支援担当課長。改善されたという部分については、ありがたい言葉で、そういった点もございますけれども、あともう一点はですね、障害者の雇用率が、徐々に上がってきているし、雇用の何ですかね、環境というんですかね、そういったところも若干影響しているのかなというふうには考えてございます。佐久間委員。一番心配なのは、実際にですね、職場に、職業に就かれてですね、その定着のね、定着できるかどうか、そういう定着率というんですか、そういうことについてはいかがでしょうか。竹内相談支援担当課長。申し訳ございません、今の手元にですね、数字はないんですけれども、確かにそれが一番今、大きな課題になっているかと思います。実際、就職したけれども、なかなかこれが定着していかないという部分が、かなり大きいので、
今後そっちの方に、まあ、今もかなりやっているところでございますけれども、それをいかに定着させるかというところが、まあ、今後の大きな課題かなというふうには考えてございます。佐久間委員、職場定着支援のですね、この件数なんですが、これは延べ件数ということに、考えてよろしいんですか。竹内相談支援担当課長。おっしゃるとおり、延べの件数で計上させていただいております。佐久間委員。25年度から東京都 の、 その調査、その後のですね、生活支援の実績っていうところので、25年で調査方式が変更になったっていうふうに書かれていますけれども、これは先ほどですね、安西議員が質問された、その特定、指定特定な生活支援事業ですか、そういうものと関連があるんでしょうか。竹内相談支援担当課長。その点については全く関係はございません。佐久間委員。そうしますと、この、下の表っていうのは職、就労された方に対しての相談ということで、生活支援の実績ということでよろしいんですか。竹内相談支援担当課長。ですね、まあ、就労いただいた方というわけではなくてですね、要はそのご相談に見えた数の総数ということでございます。まあ、その中で、まあ、今年36名ですか、就職できたというような数字です。ですから相談件数ということで、あくまでもご理解いただきたいと思います。佐久間委員。ちょっとよくわからないところあるんですが、まあ、これでですね、その将来設計の相談とかっていう場合にですね、この将来設計っていう言葉の意味はどんなふうになるでしょうか。竹内相談支援担当課長。まあ、相談員の方がですね、まあ、相談を受けるにあたって、まあ、いろんなご相談があるわけです。そういった中で、まあ、そういったなんていうか、まあ、区分けとしてね、将来的な、まあ、何でしょうね、まあ、その方の、まあ、人生設計というのはオーバーですけれども、そういったお話の相談も受けるという中で、そこの、件数にカウントはそこにしているというところですね。ですからその何だろう、就労相談だけじゃなくてですね、それに付随したいろいろな相談を一緒に賜っているというところの部分でございます。佐久間委員。これで、まあ、制度が法律が変わり、制度が変わるという中で、さまざまなその障害を持っている方たちのですね、そのサービスの、まあいろんな状況があるわけなんですけれども、その全体的にこう整理されて分かるようにっていうか、していかないと私たちもなかなか理解がしがたいというところになるんですが、そういう意味で、まあ、どういうその多摩市としては今後課題を抱えているのかっていうことについて、もう少し具体的に分かれば教えていただきたいと思います。竹内相談支援担当課長。まあ、ご指摘 の、 その、まあ、相談件数のです、ね、まあ、表の本については確かに分かりにくい部分があるので、なんか改善できるような、まあ、見やすいような形でですね、ご提供できればと思います。あと、今後の課題ということについてはですね、先ほども言いましたけれども、今後の定着率、もちろん就職もそうなんですけれども、その定着率を、いかに、まあ、低くというかな、離職率を低く抑えるかというような中での相談というところが課題かなというふうに考えてございます。佐久間委員。私が申し上げましたのは、その障害者のね、全体的なそのサービスの、体系といいますか、状況がですね、大きくこう、まあ、市民に分かりやすいようなそのお示しをいただきたいということで、お願いしたいと思うんですが、まあ、大変、まあ、状況が厳しい中で、まあ、当局といいますか、担当局のですね、
さまざまなご苦労もしのばれるところなんですけれども、体制をしっかりと整えて、次年度に臨んでいただきたいというふうに思って申し上げたいと思いますが、その点についてどんな課題を抱えていらっしゃるか、障害者支援のですね、担当部としてさまざまなご苦労があるのではないかと思うんですが、そのサービス体験の中で、どんなふうな課題があるのかということについて伺いたいと思います。新井健康福祉部長。どんな課題があるということでございますが、障害者の方々の、そのニーズというか、そういうものは非常に多種多様というか、サービスを同じようなサービスを受けてたとしてもですね、それぞれが希望される、支援の仕方っていうのが多々あると。それで、先ほどもお話しさせていただいたように、特定指定事業者で、それぞれのこれからサービスのプランを作らせていただいて、皆さんに分かりにくいと言われているものをできるだけ見える化するように、させていただいているというようなところもございます。それとやはり就労のところで今いろいろとお話をさせていただきましたけれど、ご本人の希望と受け入れ先と、そこのところをいかにマッチングをさせていただくかっていうところが非常にこの就労の中では重要なことだというふうに思います。また就労先ではその方の特性と、性格というかそういうものもよく理解をしていただいてですね、皆さんに支援をしていただかないとなかなか支援員が行って定着をしていくという中では、それだけでは定着が進まないというような実情もございます。ですので、私どもとしたら、大きな課題とするとですね、障害のある方たちの、特性を広く、市民の方たちに理解をしていただいて、支援をしていただくことを、進めながら、障害者政策の展開を図っていきたいというところが、大きな課題ではないかなというふうに考えてございます。佐久間委員。そんな中で町内でもですね、職業に対するその、実習をして、それでさらに今、ハートフルサービスですか、それを始めましたけれども、そこの中で、どういう状況になっているか伺いたいと思います。竹内相談支援担当課長。ハートフル事業ということでですね、ご予算いただいた中で、現在のところ、10月1日から、2名の方をですね、非常勤一般職員として、採用するということで、決まってございます。佐久間委員。実際にどこで、どの場所でどのように行うかということについてちょっと見えていないんですが、いかがですか。竹内相談支援担当課長。場所についてはですね、今の、検討させていただいているところがですね、私ども障害福祉課のある、棟のですね、1階の、なんて言いますか、高齢支援課のですね、こう向かいにトイレがございますね。トイレの奥にですね、ちょっと作業室みたいなところがございます。そこを拠点にして、ハートフルオフィスと、銘打ってですね、やらせていただくと。ただその中とですね、あとは当然、その各、それぞれの職場に赴いて、仕事をいただくというようなことを考えてございます。以上です。佐久間委員。ぜひ多くの方がですね、実習でこのサービス受けられるように今後お願いしたいと思います。よろしいですか。ただいまの障害者就労支援事業について他に質疑はありませんか。関連する事業について質疑はありませんか。それでは民生費について他に質疑はありませんか。板橋茂委員。
それでは353ページの高齢者ホームヘルパー派遣事業についてお伺いいたします。2年前に今議会の提案があって、事業名を多摩市高齢者ホームヘルパー派遣事業というふうに分かりやすい事業にした事業でございますが、この事業についての取り組みの内容についてお伺いいたします。伊藤高齢支援課長。ただまのご質問いただきました高齢者生活高齢者ホームヘルパー派遣事業につきましては、今の議員さんのご指摘のとおりですね、議会からのご意見を受けまして、名称をまず分かりやすいというようなところで名称を変えさせていただいているところでございます。でこちらの事業につきましてはですね、人数が非常に減ってございますが、ですね、きちんとアセスメントをする中で本来に必要な方についてホームヘルパーの派遣をするということで、今年度、申し訳ございません、平成25年度の取り組みを行ってまいったところでございます。板橋委員。せっかく分かりやすい事業名にした割には、非常に利用が減っていると。これは介護保険対象外の方をやはり対象にしている事業なだけにですね、今介護保険からどんどんこの制度から弾き出されるというのはちょっと言い方は悪いですけども、そういう状況がある中でますますこれは求められる事業なのではないかなというふうに思うんですが、このように実際利用者が減っていっているというこの事態というのはちょっと私納得できないんですが、なぜこういうふうになっているのかお答えください。伊藤高齢支援課長。ただいまご質問いただきました点につきましてはですね、やはり包括支援センターがアセスメントをする中でですね、こちらのホームヘルパーの事業について本来的に必要な方々をもう一度アセスメントをする中できっちり見極めようというようなところで、平成25年度からですね、そうした取り組みを大きくやって行っているところでございます。で具体的にはですね、こちら今まで受けられた方の中から精神的な疾患がある方々がですね、介護保険の認定にもかからないけれども、やはり生活支援のヘルパーとしてはどうしても必要だという方々について、結果として、こうしたニーズの方々が、残ったというかサービスのご利用が現在されているというところでございます。田橋委員。包括支援センターでではこのサービスを受けられなくしているような状況があるんでしょうか。伊藤高齢支援課長。ただいまご質問いただきました点、私の言葉ただのところもあったと思います、申し訳ございません。あと、こちらはですね、包括支援センターがサービスを受けられなくするということではなくて、今までご自分で本来的にはできられた方もですね、もう一度アセスメントをする中で、できるだけご自分の残存能力を生かして、ご自分でできることはご自分で行っていただく、それがですね、本来の介護予防につながるというふうなところで、ご自分でできる方については、さまざまな他のサービスを利用しながらこちらのサービスを引き続いて受けていただくというふうなところでございます。でしかしながら先ほどの繰り返しになりますが、精神的な疾患をお持ちのような方でなかなかこちらのサービスを使わないと日常生活が送れない方については、このサービスを引き続き使っていただくということでお願いをしてございます。田橋委員。平成21年度あたりは120世帯が受けていたのに、もう25年度になると32世帯というふうに、もう年々もう減らされてきているというふうに、もうそれを私は非常にこう数字から見て実感するわけですけれども、やはり必要とするからこそ、こういう制度があると思うわけですけれども、必要な世帯にはしっかりとこの事業を推進していくと、これ、今後も続けていくつもりがあるかどうか、お伺いいたします。伊藤高齢支援課長。ただいまご質問いただきました点について、非常に大事な点というふうに私ども思ってございます。で先ほど申し上げたですね、現在は使われている方の例ですけれども、例えばですね、帯状疱疹の後遺症で、
まあ、暖かいと安定するが、普段はなかなかこうサービスを使わないと生活が送れない方とかですね、あるいはペースメーカーの植え込み、等々、それからやはりうつ的な精神的な疾患で掃除調理が支援が必要な方と、アセスメントした結果ですね、本当に必要な方については今議員さんご指摘のとおりですね、今後もこのサービスは引き続き行っていく予定でございます。板橋委員、これからますます必要とする事業だというふうに思いますので、しっかりと進めていただきたいと思います。ただいまの高齢者ホームヘルパー派遣事業について他に質疑はありませんか。池田恵子委員、同じところでお聞きしたいと思います。これおおむね65歳以上というふうになっておりますが、この具体的な年齢どこまで大丈夫なのかお聞きしたいと思います。伊藤高齢支援課長。ただいまご質問いただきましたけど、おおむねというのはですね、基本的には身体に障害のお持ちの方、身体障害者手帳とかですね、本来であればその年齢で区切るところなんですが、やはり一定の福祉的な配慮が必要な方についてはおおむねという形で、年齢に関わらずですね、このサービスを受けることができて、ございます。ただ一般的に高齢者といわれる年齢が60歳でございますので、おおむねというのは60歳以上ということで考えてございます。池田委員、はい、わかりました、ありがとうございます。で、例えばですね、今こういう世代というか世情になってきて、60歳、介護保険は使われない65歳未満の方で、ご病気をされたりとかですね、そういう方も結構多くなってきて、で、病院の方でも例えばですけど、がんに侵されて抗がん剤で一時返されてとかっていう、そう入退院を繰り返しする中で、やはりいろいろとこう日常生活ができないっていう、一時的なものなんですけども、そういう方についてのこういう派遣事業ということは使えるかどうかと確認をさせてください。伊藤高齢支援課長。ただいまご質問いただきました点については、このサービスについてはですね、そうした例えば、退院後病状の安定がしてないというような、そういうような状態像の場合につきましてはですね、このサービスをご利用になっていただくことができます。池田委員、はい、多分そういうことはご存じない、ね、方もたくさんいらっしゃるんではないのかなというふうに思います。で、地域包括通信センターの方に来ていただいても、なんかそういう説明も、ね、なんかなかったようなことをちょっとお聞きしたことがあるので、そういうところの、ね、やっぱりしっかり本当にお元気になってまたすぐまた仕事にも復帰したいというような方もいらっしゃるんだけれども、今はやっぱりその、以上、介護保険使う前手前の方でやっぱり名前と戦いながら、本当にこう一人暮らしの中で近所の方たちの、ね、手も そんなにはやっぱり煩わせないというところの中では、やっぱりそういう支援を、ね、使って一時的に生活をしなければならないという方もいらっしゃるので、ぜひそういう方 包括の方とも連携を取っていただいて、周知の方とかあるいは紹介なんかもしていただければありがたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ただいまの高齢者ホームヘルパー派遣事業について他に質疑はありませんか。関連する事業について質疑はありませんか。板橋委員、はい、それでは関連する事業で次のページ、高齢者日常生活用具等給付事業についてお伺いいたします。これも同じ介護保険の対象にならない高齢者に対してのサービスなんですけれども、日常生活用具給付実績及び給付、また高齢者住宅改修実績及び助成額、これも非常に目に見えて落ち込んできている、この状況についての説明をお願いいたします。伊藤高齢支援課長。こちらただいまご質問いただきました点につきましてはですね、大きくですね、日常生活の
高齢者日常生活用具と給付実績、給付と、それから高齢者の住宅改修というようなことで2種類ほどございます。で、日常生活の用具等につきましてはですね、平成24年度17件のところは21件ということで、多少微増というところでございますが、住宅改修につきましては現在議員さんご指摘のとおりですね、平成24年度が2件のところを25年度が0件というふうなことでなってございます。で、この理由なんですけれども、一つは介護保険サービスによる住宅改修が非常に浸透してきたというふうなところが一点大きく挙げられるというところでございます。で、基本的にはこちら介護保険のサービスをですね、ご利用の方についてもですね、状況によれば受けられることもできるという中でですね、こちらの方のサービスの利用をお使いになっている方が非常に多くなってきている結果、数が少なくなっているというふうに考えてございます。板橋委員。介護保険サービスで使えるからと言われましたけど、介護保険の対象にならない人に対してのこのサービスという点では、これと非常に大事なことだと思うんです。先ほども言われておりましたけれども、包括支援センターでこういった問題について市民に知らせない、そういった状況があるのではないかというふうに疑いたくなるような状況ですけれども、住宅改修費も助成がゼロになってしまっていますが、本当に病院から帰ってきて、日常生活が本当に一時的に苦しい状況、やはり段差をなんとか解消してほしい、取って手すりをつけてほしい、こういった方はいらっしゃるわけですけど、そういうところに対するですね、助成、非常に大事な助成だと思いますが、いかがでしょうか。伊藤高齢支援課長。はい、ただいまのご質問いただきました点につきましてですが、今ご指摘のとおりですね、徹底した住宅のバリアフリー化というのはそれだけでですね、自助につながると、介護予防につながるというふうに一般的には言われてございますので、住宅改修を行うことは非常に意味が高いというふうに考えてございます。で、今年度なんですけれども、住宅改修については2件現在のところ、上半期で2件の申請が上がってございまして、決定をしてございます。で、包括支援センターはですね、やはりアセスメントの中で必要か、それではその他のいろいろなサービスを使って、介護予防あるいは自立支援が進むというような観点で見てございますので、包括支援センターはですね、そのサービスを提供しないという視点ではなくてですね、必要なサービスについては必ず提供しているというふうに考えてございます。板橋。問題はこの人ですね、包括支援センターにそうした指導をしているかということなんですよ。こういったサービスがあるからしっかり積極的に活用してほしいという、そういった指導をしておられるのかどうかをお聞きいたします。伊藤高齢支援課長。はい、ただいまご質問いただきました点につきましてはですね、このように毎年度ですね、多摩市一般福祉サービスの地域包括支援センター、職員用マニュアルというものを毎年度作成いたしまして、おおむね半日をかけてですね、サービスのご利用について周知の方はお願いをしているというふうに考えてございます。で、これは先ほどの池田議員もご質問ありましたけれども、やはりこうしたサービスを受けられるかどうかというのは周知というのは非常に大事だというふうに思ってございますので、今板橋議員の方のご指摘もございましたようにですね、今後については引き続きですね、包括支援センターに広く周知を徹底するような形で伝えていきたいというふうに考えてございます。板橋議員。合わせまして市民に対する周知ですよね。前は福祉の処理などがありまして、非常に分かりやすかったところがあるんですけれども、その点についてはどうでしょうか。伊藤高齢支援課長。ただいまご質問いただきました福祉の処理につきましてはですね、毎年度4月にですね、改定したものを含めて窓口に置かせていただいて、必要な方についてはお手元の方に配布をさせていただいてございます。で、やはりサービスの利用につきましてはですね、情報が何よりも大切なことになってきてございますので、そのあたり含めましてですね、今後も引き続き取り組みを進めてまいりたいというふうに考えてございます。板橋委員。今の介護保険制度や医療の解約などを見たときにですね、こういった制度もひょっとしたらなくなるのではないかという心配があるんですけれども、これは存続させるということで、確認してよろしいんでしょうか。伊藤高齢支援課長。ただいまのご質問なんですが、制度改正というふうなところではですね、地域新事業にさまざまな事業が降りてくるというふうなところも含めましてですね、このサービスの再構築を図るというふうなことが非常に大事な点だというふうに考えてございます。しかしながら、このサービスがなくなるかどうかというふうなことにつきましてはですね、全体的な財政のバランスも含めてですね、極力必要なサービスは残すというふうな形で考えてございます。
ただいまの高齢者日常生活用具等給付事業について他に質疑はありませんか。関連する事業について質疑はありませんか。桐木豊委員。では351ページ事業関係の、包括的支援一般福祉事業について伺います。こちらの中で成果指標として、救急医療情報キットの配布というところがあると思います。23年度は、ネッククーラーですかね。で24年度25年度に関しては、緊急医療情報キットを配布していると思うんですが、24年度の、救急医療情報キット訪問人数の実績が9913人に対し、25年度の結果が1433人と小幅に減っていますけれども、まずこの理由について伺います。伊藤高齢支援課長。はい、ただいまのご質問いただきました点でございますけれども、こちらの救急医療情報キットの配布につきましては平成24年度をスタートしてございます。で平成24年度にはですね、開始当初というところで対象者の方を基本的に全員に訪問させていただいたというところでございます。で平成25年度からはですね、新たにその対象となった方、具体的には73歳以上あるいは老老世帯の方というような形で新たになった方々を対象としてございますので、24年度の全数に比べて25年度が減っているというような状況でございます。キリキン。そうすると26年度、今年度に関してのことも聞きたいんですけれども、こちら同じように救急医療情報セット配布しているかなと思うんですが、もっともっと減っていくということでよろしいのでしょうか。伊藤高齢支援課長。平成26年度の取り組みでございますが、まさしくここ の9月の老人月間に合わせて、高齢者月間に合わせて配布をスタートするところでございます。で予定でございますけれども、平成25年度と大体同数、新たに73歳になった方とか、転入の方々を対象にしてございますので、件数については同数程度と考えてございます。キリキン。以前から議会で、この、救急医療情報キットの中身、制度について、僕も何人か例えばご自宅の方を訪問したりしたときに、やっぱり何を書いていいかわからないとか、どうしたらいいかわからないっていうところで、これから制度を高めていかなきゃいけないっていうようなお話もあったかと思うんですが、まずじゃあそこについて伺います。しっかりとこのキットが機能するように記載をする、基本的には冷蔵庫だと思うんですけれども、マグネットを貼って、中ここにあるよということを周知して、何かの時にその情報が使えるようにしていくと、そういう準備をしていくということに関しては、どのように今、対応されているでしょうか。伊藤高齢支援課長。ただいまご質問いただきました点につきまして、基本的にはですね、民生委員さんのですね、有害訪問に合わせて、訪問時のきっかけ作りというふうなところが大きな一つの考え方になってございます。で基本的には民生委員さんがですね、有害訪問の時に配布をしていただいた際にですね、その記入も含めて、行っていただいているところでございますが、合わせてですね、こちらのメンテナンスというのも非常に大事な点でございますので、日々折々ですね、包括支援センターほか私ども市の職員もですね、こうしたステッカーが貼ってあるかどうか、お手元にこうしたキットがあるかどうかというふうなご確認はさせていただいているところでございます。キリキン。はい、こちらの制度についてもしっかりとメンテナンスを図って、上げていただきたいなと思うんですが、もう一つとしてですね、やはりこの事業というのは引きこもりを防止するであるとか、セーフティーネットから漏れている人をいかに見つけ出すかとか、そういう目的もあるかと思うんですけれども、この同じように毎年毎年、救急医療情報キットを配布していくということであれば、一度配布した方には訪問は基本的にはないというか、メンテナンスでしか関わることがないので、そういった意味を含めるとですね、これは配ることも大事だけれども、訪問するそのことにも意味があるのではないかなと思うわけですが、そう考えると、人手の問題とかいろいろとあるのかもしれませんが、少しこう趣向を変えてですね、もう一度全員のところを回れる、そういうようなやり方も必要なんじゃないかなと思うんですが、そのあたり市はいかがお考えでしょうか。はい、新井健康福祉部長。
まあ、救急医療情報キット、これをお配りさせていただいた後の、まあ、メンテナンスについては、まあ、民生委員さんの方で UI 訪問、まあ、今月がその時期になってございますので、まあ、お配りした方については訪問をさせていただいて、まあ、確認をさせていただいていると。で、まあ、先ほどおっしゃられたようにドアの内側とあるいは冷蔵庫ですか、そういうところにステッカーとか貼っていただいて、まあ、活用していただいていることを、まあ、お願いをさせていただいているところでございます。キリキ、一番気をつけなければいけないのは、訪問はしたけれども受け取ってもらえなかったという、まあ、いくつか何件か本当に数件だと思うんですけれども、実際に訪問人数と配布人数はずれていますので、そのあたりあるのかなと思うんですが、やっぱりそこの部分を一番こう行政としては見つけ出さなければいけないところだと思うんですね。で、最近孤独死の問題とかかなりニュースで出たりもしますけれども、私は孤独死というのは自殺の一つだと考えていいんじゃないかなと考えています。これはもう緩慢な自殺であると、防ぐことはいくらでもできると思います。ただ本人の身体的な理由もあれば精神的な理由もあると思いますけれども、何らかのその、まあ、心身の機能の喪失というものがそれができなくさせている、外に出ることができなくさせている、何らかのこうバリアがあって外に出ることができないという方が、どん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 これがこう悪循環の中で孤独死ということを迎えてしまう可能性というのはすごく大きいと思うんですね。ですのでぜひこういった事業を使ってそういった悲劇を起こさないためにぜひ行政として力を入れていただきたいなと。ですので、こちらの救急医療情報キットというものの精度を高めるということも確かに大事ですけれども、それとはまた別に訪問をするということ自体に大きな目的があるというふうに考えますので、ぜひこちらの両方を満たすような形の事業を展開していただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ただいまの包括的支援一般福祉事業について、他に質疑はありませんか。板橋茂委員。はい、この包括的支援一般福祉事業ですが、今救急キットの配布という話もありましたけれども、この事業の目的というのは地域ケア会議の立ち上げ、この25年度はこの地域ケア会議を立ち上げる準備をすること、これが一番の目的だったかと思いますが、その、成果の中では地域ケア会議運営のハンドブックのなどの成果もあるということになっているようなんですけれども、その地域ケア会議の目的、そしてハンドブックというのはどういうものができているのか、お聞かせください。本日の会議時間は議事の都合によりあらかじめこれを延長いたします。伊藤高齢支援課長。ただいまご質問いただきました点ですけれども、この包括的一般支援事業につきましては大きく事業が4つございます。まず包括支援センターの職員研修、それから2番目先ほどご質問いただいた救急医療情報キット、それから3番目として今ご質問いただきました地域ケア会議、それから4番目として社会福祉の嘱託費の関係の全部で大きく4つございます。で、今ご質問いただきました地域ケア会議につきましてはですね、国の事業を活用いたしまして、これは地域ケア会議の実施報告書になりますけれども、個別会議からですね、さまざまな課題を拾い上げている形で、まあ、お手元にこのようなマニュアルとかですね、まあ、こういったものを配布させていただいて、まあ、地域の方々皆さんで、まあ、その個別のケースについて検討する中で地域の課題について解決しようというようなことで開催をさせていただいているところでございます。板橋委員。その地域ケア会議はこのどういったメンバーで構成されて、そして何箇所できるか、そういったことなどもあったらお聞かせください。伊藤高齢支援課長。
まず多摩市の地域企画会議につきましては、全部で大きく4つございます。で今のご質問いただいた点につきましてはですね、多摩市の個別の地域企画会議につきましては、メンバーはですね、そのケースの方々に関わる方々を招いて、例えば茂木の地域企画会議ではですね、町会の理事のご担当の方とかですね、それからその方に関わっているお医者様に加わっていただいたり、あるいはその地区の民生委員さんという方で、幅広く介護保険のサービス担当者会議の、いわゆる専門職性があるものではなくて、地域のさまざまな方々のお話を聞きながらですね、地域のでのその方の課題解決、地域の課題を見つけていくような形で会議を開催をさせていただいているところでございます。板橋委員。先ほど4つとやりましたけど、4箇所ということですか。伊藤高齢支援課長。申し訳ございませんでした。答弁が抜けてございました。地域包括、地域や会議につきましては、基本的には地域包括支援センター6カ所がですね、それぞれ私ども高齢支援課と包括支援センターのケース検討会の中で必要性を感じるケースについては、それぞれがこちらのケースを開催しようというようなことで決定をさせていただいてございますので、6カ所がそれぞれ年に何回かというのは特に決まりはございませんので、必要性があるケースについてその都度開催をするというような形で考えてございます。板橋委員。じゃあ地域包括支援センターごとにできるというふうに見てよろしいんでしょうか。伊藤高齢支援課長。基本的にはそのように考えてございます。しかしながら高齢支援課としてですね、この方はやはり地域や会議の必要があるというようなことを考えた場合にはですね、高齢支援課がその主催というような形で開催をすることも考えてございます。板橋委員。新しい医療介護の制度の中で、この地域ケア会議というのが介護保険制度からやはり卒業させるというか、排除させる、そういった役割を果たすのではないかという、こういった心配の声も上がっておるんですけれども、そういう点の心配はないのかどうか最後にお聞きしております。伊藤高齢支援課長。ただいまご質問いただいた点につきまして、私もですね、そういう意味ではちょっと僭越ながらですね、国の方のこの地域や会議の企画委員を直接担当させていただいて、全国を回らせていただいてございます。でここは一つはですね、今回の制度改正の中で地域や会議がそのようなですね、サービスの方を誘導するような形での使い方っていうようなことが一部聞かれているところでございますが、そうしたことでは決してございません。地域や会議はですね、個別のケースをきちんと見る中で地域の課題を解決していこうというようなそうした仕組みでございますので、そのことがサービスのより分けとか、あるいはですね、選別に使われるような方法は決してございません。板橋委員。はい、伊藤課長がそういった国の制度の根幹に関わったところで活躍しておられるようなので、それを期待して、本当に間違いのないいいケアができるように進めていただきたいというふうに思います。以上です。ただいまの包括的支援一般福祉事業について他に質疑はありませんか。関連する事業についての質疑はありませんか。桐木豊委員。では高齢支援課の323ページにある、老人保護措置費について伺います。措置から契約へという、 こう流れの中でなかなか、埋もれやすい事業なのかなと思うんですが、まずじゃこちらが、養護老人ホームへの、措置ということですけれども、養護老人ホームって多摩市にあったかな、ちょっと記憶にないんですが、そのあたりまず確認してください。伊藤高齢支援課長。養護老人ホームにつきましては多摩市の中には1カ所もございません。キリキン。そうすると多摩に住んでられる方が何らかの必要性があるというときに措置ということが必要になった場合には、他市の養護老人ホームを使うということになるかと思うんですが、こういった方の、炙り出しというんですかね、セーフティーネットに見つけ出すところというのはどのような経緯ということが多いんでしょうか。伊藤高齢支援課長。
まあ、こちらのですね、あのケースの把握につきましてはですね、まあ、基本的にはあの相談の中でですね、先般もまあ1ヶ月ほど前にですね、まあ、養護老人ホームをお使いになりたいというようなケースの方も出てまいりましたけれども、ちょっとあの虐待が疑わしい方なんですけれども、なかなかあのお住まいの方が確保できないという方でございました。で、あのケースによっては当然あの要介護認定を受ければですね、特別養護老人ホームへのまあ、契約に基づく入所というようなことが考えられるんですけれども、やはりなかなかあの介護保険の認定には携わり、そこまではあの身体的な状況とかいかないという方につきましては、養護老人ホームの対応で考えてございます。キリキン、はい、あのどうしてもこう契約という中で、まあ、この今回の介護保険法の改正、この4月の改正の中で一部、地域支援事業であるとか地域密着型のサービスが増えるという部分もありますけれども、やはりまだまだ契約社会ということが流れとしてあると思いますので、あの、まあ、そうであってもやはり本人が契約できなかったり必要な措置というのは必ずあると思いますので、ぜひこういった事業というのはしっかりと確認してですね、あの市民が困ることがない、必要な人に必要な支援を賄うという中で契約という面と措置と両輪合わせてしっかりと確保していただきたいというふうに思います。お願いいたします。ただいまの老人保護措置費について他に質疑はありませんか。関連する事業について質疑はありませんか。お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ宴会したいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本日はこれにて宴会することに決しました。本日はこれにて宴会いたします。お疲れ様でした。